そういえばさ、なんか、布団ちゃんなんか、本出すとかなんか、ツイッターで言ってたよね。なんだっけ？配信で言ってたんだっけ？アマゾンランキング1位？マジ？これ？ランキング。アマゾンランキング。安倍晋三を超えてる！次の日本の首相は決まったな、これ。ちなみにね、なんか知んないけど、俺のところにも届くらしい。これが、魔人の一皿が。ちなみに僕も、一言コメント残してるんで、皆さん、もし手に取った際は 僕も制作に1枚噛んでるんで なんか一言コメントくれって言われて、いや、なんだろうな。やっぱ俺もさ、魔人の料理はさ、やっぱり食べたことがあるのよ、言うて。言うて俺魔人の料理を口にしたことがあるから、やっぱり、布団ちゃんちゃんと料理うまいのよ。やっぱりその気持ちを伝えたいなという気持ちはあるじゃん。燃やすか 柴田がヒカキンの本燃やしたみたいにな しかも、あれ買って燃やしてたけど、俺、もらって燃やすの罪深いぞ、これ。へえ、魔人の一皿。6月7日。3ヶ月後か。へえ、人気のゲーム実況者、布団ちゃんの料理チャンネル、魔人の食卓が書籍化。一皿で満足できる絶品男飯がテーマです。感覚的にわかるレシピと魔人の講釈を掲載し、料理が苦手な人でも完成できるよう、魔人があなたを導きます。疲れた自分を癒す簡単なレシピから、友達を呼んだ時に振る舞いたくなる特別な一品まで、魔人のこだわりが詰まった料理を自宅で再現できる一冊です 96ページ？すげえ、予約の時点で1位なんだ。すごいね。ちなみに僕も昔本出したんですけど、多分20部ぐらいしか売れなかった。くそー。スイッチやってから本出せばな、多少宣伝できたんだけどな。俺は20冊ぐらいじゃない？ 書店にも並んだらしいんだけどね。一切話題にならずに終了した。胸騒ぎじゃない。なんかネットでの生き方みたいなのを でも普通の人別にネットで生きないのに、ネットでの生き方を書いて何になるんだと思いながら本を出したら、ガチで売れなかったっていうね。